藤彩乃です。岩佐麻里です。今回はスポーツ祭東京2013のデモンストレーション競技ウォークラリーに参加の後編をお送りします。がまりちゃん、はい、前回見ていただいた方は分かると思うんですけど、もう汗だくでクタクタで、はい、ダメなんですけど、ここどこですか？はい、ここはですね、あれ？大丈夫ですよ。一瞬考えただけじゃないですか。本当に？はい、これだ。ほら、もう次のチェックポイントですよ。わあ、本当だ。問題はですね、名前です。明治大正時代に演劇文化の拠点であった劇場跡があります。その劇場名を答えてください。本郷座。オッケー。本郷座合ってるよね。はい、こっちのこの後半の出だしは順調だね。はい、どんどん行きましょう。合ってます。次に向かった先はサッカー協会ですね。ちょっと先行っていいですか？日本サッカーミュージアムは2002年に日本のサッカー文化振興のために設立されました。館内には日本サッカーの歴史がわかる展示などがあります。ボールが上に乗ったモニュメントがあります。ボールに描かれているのは何でしょうか、ということで。モニュメント、これモニュメント発見、はい、さあ、ボールに描かれているのは何ですか？世界地図。ピンポーン。そうですね、世界地図。さあ、これは多分ここから次の小間地に進む通りの名称は何と言いますか？サッカー通りだよ。それ日本とか使わない。あ、本当だ、サッカー通りって書いてる。サッカー通り、英語で言うとフットボールアベニュー、はい、すごい、さすが彩乃さん。本当だ、サッカー通り。サッカー通りをお茶の水方面に抜けて向かった先は、文京区でも特に有名な歴史的名所、湯島聖堂。観察すればいいでしょう。ここはこのウォークラリー最大のポイント、観察ゾーンですからね。彩乃さん、お願いしますよ。私こういうの得意だから任せて。頼もしい彩乃さん。はい、孔子を祀る大聖殿って書いてある。孔子を祀る大聖殿、これが全部そうなんですよ。全部そう。今湯島聖堂といえばやっぱり孔子様でしょう。そうですね。でも観察ゾーンの問題はゴール直前にしか教えてもらえないので、いろいろなことを覚えておかなくちゃいけないんですよ。なんて書いてありましたか？入徳門で、大聖殿でしょ。大聖殿、柱の数数えますよ。そんなの出る？いや、これなんかやったような気がして、 B スタイルで。それ出ないから先行こう。あ、ひどい。彩乃さん、本当にひどいですよね。だってそんなの出るわけないもん。時間の無駄無駄。うわ、もう次行きましょう。マリちゃん、もう目標の1時間45分が過ぎたんですけど、はい、うん、そうですね。でも諦めずに最後まで頑張りましょうか。マリちゃんさ、1時間45分で行けるって言ったよね。言いました。そうですね、ちょっと甘かったようです、考えが。まだ先が見えません、はい、そうですね、もうちょっとありますね。頑張れますかね。頑張りましょう。私もだいぶ疲れてきました。あ、でも次のチェックポイントですよ。課題は何でしょう？あ、石段ありました。あ、本当だ。坂の名前、はい、サネモリ坂と、とこの坂ゆかりの武将が源氏軍に討たれたのは西暦何年でしたか、ということで1183年ですね。さあ、もう目の前が、これは湯島天神ですよね。あ、この中が、この通りだったんだ。はい。次に向かった場所は私たちが何度も訪れている湯島の名所でした。いくつありますか？はい、何個ある？アイルさん回って探して。はい。2。はい。あ、閉じてる。はい。開いてる。3。はい。開いてる。4。はい、4。4。
き。はい、わかりました。次の問題はチェックポイント9。江戸時代の迷子探しの石碑があります。この石碑の名称を答えてください。それが手時計なんだ。あ、記号書いてある。何年ですか？1977年。じゃあ今から36年前ですね。はい、OK。これが寄贈されたのは36年前です。さあ、そしてさっきの迷子探しの石碑はこの辺にないですか？この石碑探すのに手間取っちゃったんだよね。はい、結局日時計のすぐそばにあったんですよね。これは紀元標準石。紀元ですよ。あ、これだ、紀元だ。迷子だから、うん、これですね。紀元標準石。あ、これだ。はい、さあ、これを押して右です。はい、右ですね。皆さん今何時ですか？今3時5分。もう2時間以上経った。2時間5分経った。目標タイムを越したね。しましたね。早く戻りましょう。2時間で行けなかったね。大丈夫かな。できるだけ早い方がいいですね。ね、あんまり減点避けたいもんね。はい、いやー、マリちゃん、ゴールが見えてきましたね。もうすぐそこです。シビックは、シビックが見えてきたら元気が出てきました。私はね、安心して足が重くなりました。綾乃さん、元気じゃないですか。だってもう少しでゴールだから。私は前半飛ばしすぎのツケが出てきました。じゃあここからは私についてきて。頼もしい、綾乃さん。次がもうチェックポイントね。もう間もなく、間もなくチェックポイントね。はい、チェックポイントです。丸々も江戸のうちと書かれた看板があります。丸の中の10文字を書いてくださいということで、答えはあれです。本郷も金安までは江戸のうち。いいんじゃないだろうか。これでいいのか。本郷も、あー、10文字終わった。終わった。もうゴールしましょう。もうちょっと、よし、このまま直進です。ね、ここ駆け下りたいぐらいだよね。転がってもいいですか？転がってでももうつけるよ。もうちょっとだ。でもここは春日の交差点ですね。着いた、着いた。やった、ゴール、ゴール。さあ、最後の問題とかなきゃ。着いた。あ、そうだ、それ頑張んなきゃ。涼しい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ただいまー。お疲れ様でした。最後は観察ゾーンの課題回答です。ちなみに問題と回答はこちら。孔子の銅像の高さだけ間違えちゃいましたね。残念。課題を提出して本当のゴールですよ。はい、2名様お揃いですね。はい、38番。はい、2名様。はい、お疲れ様でした。アトラクションのお二人です。結構時間かかったね。2時間近いですよね。時間近かったね。はい、でもまあゴールできたからよかったですね。よかったです。それでも800人を超える方が参加をさせていただきました。盛大に開催できたこと、心から申し上げたいと思います。三島高校1株式会社入校。残念ながら誤り探検隊の入賞はなりませんでした。でも暑い中頑張りましたね。はい、いい汗をいっぱいかきました。受賞者の皆様、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。びっくりしてます。優勝の決め手となったのは何だと思いますか？ああ、やっぱし暑さに耐えた3人のパワーだと思います。本当におめでとうございました。そしてお疲れ様でした。マリちゃん、今日はウォークラリー参加してみてどうだった？そうですね、私こんなに文京区内歩いたの初めてですけれど、ゲーム感覚で文京区内のいいところを知ることができてとても良かったなって思います。そうだよね。私も始める前はすっごく不安でいっぱいだったんだけど、はい、ゴールした時はやっぱり感動したし、スポーツっていいよね。はい、国体の本大会も楽しみです。ぜひ皆さんで国体を盛り上げましょう。おー